インドネシアのニシンマス、インドゥーマーレット、テイスティーチキンヌードルスープ、揚げ麺の調味油2袋とフォークがついており、粉末スープと火薬は最初から入っています。麺は角断面で細く柔らかめです。歯応えは少し頼りなく、ラーメンではなくヌードルの食感です。スープはニンニクの香りが非常に強いです。揚げニンニクはたくさん入っていて、黒い調味油はマユの匂いがします。ミルキーなチキン味と相まって、熊本ラーメンのような印象を受けました。また赤い調味油による唐辛子の辛さも強烈です。旨味も十分以上に出ています。インドゥーマーレットはインドネシア最大のコンビニチェーンで、そのプライベートブランド商品をニシンマスが製造したものです。だからというわけではないでしょうが、日本人にも抵抗のない味です。